作物栽培学あるいは農学は、植物や燃料、繊維、農地造成のための植物の生産、使用に関する科学技術である。西欧由来の学問分野である。植物遺伝学、植物生理学、気象学、土壌学の分野における研究を包含するようになってきている。作物栽培学は、生物学や科学、経済学、生態学、地球科学、 遺伝学のような諸科学の組み合わせの応用である。今日のアグロノミストは、食物の生産やより健康的な食品の作成、農業の環境影響、植物からのエネルギーの抽出といった多くの問題に関わっている。アグロノミストは、林作や灌漑排水、植物育種、植物生理学、土壌分類、土壌肥沃度、雑草防除、 害虫防除といった分野を専門とすることが多い、アマの実験区をサンプリングするアグロノミスト。この作物栽培学分野は、様々な条件下で最適な作物を作り出すための、植物の選抜育種を含む。植物育種は、トウモロコシや大豆、小麦を含む数多くの作物の収量を高め、栄養価を向上させてきた。また、新たな種類の植物の開発にもつながった。 例えば、ライコ麦と呼ばれる雑種穀物はライ麦と小麦の交雑育種によって作り出された。ライコ麦はライ麦や小麦よりも利用できるタンパク質を多く含む。作物栽培学は果物や野菜の生産研究においても役に立っている。パデュー大学の作物栽培学の教授ジョージファン、スコヤックがインディアナ州ウェストラファイエットにあるベックアグリカルチュラルセンターにて、 インディアナ州兵のアグリビジネス開発チームに対して森とプレーリーの土壌の間の違いを説明している。植物ゲノムをマッピングするアグロノミストアグロノミストは望ましい形質の発言を広げ促進させるためにバイオテクノロジーを使う。バイオテクノロジーは開発された作物の新品種を試験する補助を必要とする研究室活動であることが多い。 作物収量の上昇に加えて、作物栽培学バイオテクノロジーは、食物以外の新たな用途にも次第に応用されるようになっている。例えば、油料種子は、今のところ主にマーガリンや、その他の食用油として使われているが、洗剤や代替燃料、石油化学製品のための脂肪酸を生産するために、改変することができる。アグロノミストは、世界中で、 より生産性が高く、より収益性の高い土壌を作る持続的な方法を研究している。アグロノミストは土壌を分類、分析して植物の成長にとって不可欠な栄養を含んでいるかどうかを決定する。分析される一般的な主要栄養素には窒素やリン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、硫黄の化合物が含まれる。亜鉛やホウ素といった。 いくつかの微量栄養素についても調べられる。有機物の割合、土壌の pH、栄養保持容量が地域の研究室で調べられる。アグロノミストはこれらの研究室からの報告書を解釈し、最適な植物成長のため土壌栄養素をバランスよく配置するための助言を行う。加えて、アグロノミストは土壌を保存し、 風雨による侵食の影響を低減する方法を開発する。例えば、投降線式工作と呼ばれる技術は土壌を侵食から守り、降雨を保存するために用いることができる。作物栽培学の研究者らは、その他の問題において土壌をより効果的に用いる方法も模索している。こういった問題としては、人間や動物の糞尿の処理、水質汚染、 土壌中に蓄積した農薬がある。農業生態学は生態学的及び環境保全の観点に重きを置いた農業システムのマネジメントである。この分野は持続可能な農業や有機農業、代替フードシステム、代替作付け体系の開発の分野における研究と密接に関連している。理論生産生態学は作物の成長の定量的な研究を試みる。 植物は光や二酸化炭素、水、栄養素を収穫可能な製品へと加工処理する一種の生物工場として取り扱われる。考慮される主なパラメータは温度、日光、生物量、植物生産分布、栄養素、吸水量である。ありがとうございます。